愛もとよ、この兄のために遠い命を投げ出してくれたことを私は一生忘れない。だが安心してくれ、父さんの後は私が立派に継いでみせるからな。お前も天国で父さんと一緒に見守っていておくれ。冗談じゃないわ。勝手に殺さないでよ。いたた。なんだ元気じゃないか、心配して損したな。なんだじゃないわよ。眠り薬なんかで私を、出し抜いて、こんな勝負、向こうよ向こう。それに間に合ったからよかったものの、お兄ちゃんもう少ししんどこだったんだよ。すまなかった。どうしてもお前に勝って兄の威厳を示したかったんだ。だがそれはもういい。卑怯な手を使った私を体を張ってまで守ってくれたお前こそ後継ぎとしてふさわしい。どういうこと？ちょっと待って、くしゃべってぞ。は。課長の座は譲るよ。子供じみた意地の張り合いをこれで最後にしようじゃないか。さて、ここから試練の扉まであと少しのはずだ。護衛の君たちもついてきてくれたまえ。よかろう。で、さっきのところか。こっちか。ほい。この扉を開けば、課長の印が手のひらに刻まれるってわけね。あっち。あっち。なんだよ、この扉。こんなの熱くて開けられないよ。っていうか、絶対火傷するし。この扉を開くことによって、できた火傷の後こそ課長の証さ。きっと痛みに耐えるのが試練なんだ。はあ、なるほどね。焼き印なんだね。焼き印って刻印っていうの？これって両開きでしょ。両方開けるだけでも精一杯だよ。片方か。片方開けるだけでも精一杯だよ。一人で両方開けるなんて無理だよ。しょうがないな、もう。こうなったら仕方ないか。ね、お兄ちゃん、私を出し抜いたこと悪いと思ってるなら、この扉を開けるの手伝ってよ。手伝ってくれたら、課長の座を半分上げる。つまり、カジノのオーナーは二人でやるってのはどう？ふむ、悪くない条件だな。だが、後で悔やんでも知らんぞ。結局、こういうことね。仲良くやれよ。よろしくやっとけよ、二人で勝手に。無意味じゃねえかよ。バカ。おうよ。混ぜろ。あちちち、痛い、熱い。なんだ、もう泣き言か。魔物に殴られたのに比べればこんなのどうってことないだろう。ああ、しんどかった。早く帰って手のひらの火傷の手当てをしたいよ。帰るのはこの奥の部屋でご先祖様のお言葉を賜った後だ。ほらほら、護衛なんだからあなたたちもついてきなさいよ。えい。ちょ、得手もつけとこうよ、これ。手のひらに火傷つけとこう。ギャリング家のご先祖様のありがたいお言葉ここで聞けるらしいんだが、詳しいことは私にもわからない。こんなことならもっと父に聞いておくべきだったよ。うん。石碑か何かがあって、そこにご先祖様のお言葉が刻まれていると思ったんだけど、予想が外れたわ。他にそれらしいものはどこにも見当たらないし、せっかくここまで来たのにどうすりゃいいのよ、もう。いや、これでしょ、どう考えても。はい、水晶玉に触れた。ギャリング、よくぞ。待て、
たどり、た、我が血よ、よ。見事、継承の試練を、そらた、我が一族の、お聞かせ、心して、聞くが、いい。そなたの体には、いにしえの、お、下、の、尊い血が、流れている。一族の、お、決して、な、な、る、お、もろ、ら、血が、続く、世界の、保たれる、ろう。今の、様、どう、らしい、水晶が、魔法の、我々に、見せてくれたんだ。血を、言われても、拾われた、無理な、ね。殺された、ぶっつり、だしさ。まあ私たちは、私たちにできることをしようじゃないか、カジノをもっと大きくするとか。とにかく、ご先祖様の言葉も聞けたことだし、あとは町へ帰るだけだ。帰りもしっかり護衛を頼むよ。うん。全然入ってこんかった。全然入ってこんかった。ちゃんと読めばよかった。なんだ、どういうことだ。どうして二人一緒に。これじゃどっちが勝ったのかわかんねえじゃねえか。ちょっとちょっとわからんこと言うじゃないよ。二人一緒なんだから引き分けだよ。おいおい、勘弁してくれよ。決着つかなかったとか、家事の再会は延期かよ。聞いてくれ、みんな。見ての通り、勝負は引き分けだ。だが、父の後継ぎは決まった。パパの後を継ぐのは、私たち二人よ。二人で一緒にパパの後を継ぐわ。おー。しきたり通り、竜骨の迷宮で、ギャリング家の家長の証を、この通り、刻んできた。お、あれは死んだギャリングと同じ形の火傷の跡だ。確かに間違いねえ。俺っちは、よく酒場でギャリングにあの火傷の跡を見せてもらったぜ。それともう一つ、嬉しいお知らせがあるわ。私だから、カジノを再開します。この日を待ったぜ。さてと、御用を務めてくれた君たちにお礼をしないとな。だが、私も妹ももうクタクタだ。お礼は明日渡すから、今日は屋敷に泊まって行ってくれ。マジでなんかくれんの？マジ？なんか、武器くれよ。各武器の、鋼クラスくれ、鋼クラス。エテさん、起きてらっしゃるんですよね。ご主人様がお呼びですので、支度ができ次第、今の方へいらしてください。へい！行こうか。ちょ、何くれんだろう。私、ゴールドでもいいけど、うん。おはよう、ゼシカ。寝心地は良かったわね。はい。もう、何がもらえるかちょっとワクワクしすぎて、あんまり寝れませんでした。久々に自分のベッドで眠れたおかげで、すがすがしい朝を気持ちよく迎えることができたよ。竜骨の迷宮へ行ってる間の、寝食は最低だったからな。日常のありがたみが身に染みるよ。無事に戻ってこれたのも、諸君らのおかげだ。ありがとう。君たちは命の恩人だよ。もし君たちが護衛でなかったら、私たちは死んでたかもだし。ま、危ない目にあったからこそ、お互いの大切さに気づいたんだがな。これからは、兄弟、仲良くやっていくよ。これからも、喧嘩はするけどね。そうそう、君たちへのお礼として、カジノのコインをプレゼントするわ。今夜600枚用意した。カジノは今朝、再開したから、言われた時にでも遊びに行ってくれ。すぐ行くわ。うん。さっき、600枚もらっちゃった。もうちょいくれんか？ゼロ1個増やしてくれん？
無理。使い切ったらカジノガンガン買ってちょうだいね。そりゃそうだ。やったぜ、これでカジノやっといけるね。行くか。行っちゃったね。これでお別れか。彼らと出会う前はまさかこんな結果になるなんて思いもしなかったよ。二人揃って父さんの後を継ぐなんてな。今にしてみればお互いが自分一人で後を継ぐと言い張ってたのが嘘みたいだ。人間の気持ちなんか案外簡単に変わるものなんだね。なんだな。ちょっとお兄ちゃん。突然心変わりして、やっぱり一人で後継ぎたいとか言い出さないでよ。私不安だわ。そんなことは絶対に言わんよ。この手のひらの印に誓って。じゃあ私もこの課長の証と、パパに誓うわ。何手つないじゃってんの。あかんぞ、それは兄弟なんだから。それはさすがにあかんぞ。笑っちゃったよ。兄弟はさすがにまずいからな、それは。行こうぜ、カジノ。うん。セーブはしないぜ。一発勝負だぜ。もう空いてるんだよね。何で遊ぼうかな。またビンゴかな。空いとる、空いとる。世界一の規模を誇るベルガラックのカジノへようこそ。当店ではコインしか使えません。カウンターでコインを買ってから遊んでくださいませ。もらったっちゅうに、600枚。ちょっとまだ補充はしないでおこう。ちょっとこれを見たい。うん、はい。祈りの指輪、スパコンドレス、聖者の灰、これなんか錬金だよね。うわ、ハヤブサの剣欲しいな。あんま強くないんだね、けど。あ、けど、ククールに装備させれば、あれだね。うわ、はぐれメタルの鎧、倍だね。約倍になるね、守備力が。ざっと。攻撃力倍だね。210って。ヤンガスぐらいになるね、ゼシカが。いやけど一重百千万、20万枚というか、マジで無理だわ、さすがに。これは割らんと無理だわ。割れじゃねえし。何でいくか。これはポーカー？あ、ルーレットか。ルーレット、スロット。これ100コインだっけ ?1 コインか。これが100コインか。これルーレットでさ、バシッとさ、増やすみたいなもんありだよ。ちょっと待って、ルーレット行くか。まず。ルーレットしよう。はい。かけるエリアを選んでください。もうこれ赤か。あれ？赤か黒かで行くしかないでしょ。倍率2倍。赤か青か。ちょっと待ってね。青だな、やっぱり。
スライムは青だ。青だ。これなんか遠隔だろこれ。操作してんじゃんかこれ。おい。ああ。やめた。やめた。ルーレットやめた。やっぱ100コインスロットでしょ。うん。え、けど待って、600枚しかないから6。6。6。6回転しか遊べないよ。まずは増やすか。まずは。ってことはやっぱり、ビンゴだね。ビンゴ。ビンゴやろう。知ってる知ってるわ。あれどうやってやるのこれ。はい。もちろんここは、ビンゴは。何枚までいけんのこれ。めっちゃかけれるじゃん。300枚までいけんの。行こう行こう。21。18。やっぱ、パルミドのカジノと違って、賭け金が、でかくできる、分、緊張感が、半端じゃないね。19。あー、頼むよー、頼むー。いや、まだあるよ、まだある。あるある、全然あるよ。50倍でも全然、3。14、11。よし、来い来い。これ来るでしょ。青、青、青。勝負だ。頼むよ。5、5、5、3、1、5、3、1、20。これ400倍でさ、かける400で当たるやつとか、おるんこんなん。絶対おらんやろ、俺。終わるー、カジノ終わるー、終わってしまうー、コインなくなるー。あーあー、積んだー、積んだー。
Thank you.